はい、皆さんこんにちは、レナです。私たちは明日帰ります。とうとう3週間のレナさんのドイツ滞在が終わりますね。今からは PCR 検査を受けに行きます。日本に帰る前日に PCR 検査を受けます。そう、緊張してきました。ここでポジティブが出てしまうと明日飛行機に乗れません。なので緊張しております。私のは初めての PCR 検査だよ。俺は1回だけ受けたことある、 PCR 検査。そうで、めちゃめちゃ痛いから、あれ鼻にあの綿棒みたいなの突き刺して、気をつけてください。やだ、もう知らなくてもよかったじゃない。ちょうど今あそこの、これいつも行くスーパーです、エデカ。ちょうどエデカの入り口に PCR 検査を受けるステーションがあるので、そこで今日の午前中受けて午後には結果が出るということで、今一人が入ったから、その方が出たら私たちは次に入ります。書いてあるね、マスクつけてね、消毒してね、 1.5 メートル離れてね、8時から夜の8時までやってます。So, angemeldet haben Sie sich? Registriert? Nein. Nicht. Und haben Sie schon bei uns hier? Nein. Auch nicht. Gut, dann muss ich Daten, die Ihre haben, dass ich sie tragen kann. Was ich brauche, wie Sie heißen, wo Sie geboren sind, wo Sie wohnen, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Okay. Und dann brauchen Sie das Gleiche von Ihnen auch, ja? Gut, genau. Und Ihre Pass. Hier. Und dann brauche ich noch einmal Nasenloch. できました。お金が足りなかったから今からちょっと銀行に下ろしに行ってまた帰ってきて払おう。ちょっと家にパン買って帰りたいと思います。ほら閉まるの早いね、朝7時から6時には全部閉まっちゃう。はい、じゃあ2時15分になったからもうあるかなと思いつつ、ちょっと結果を見てみましょうか。結果がオンラインで見れるという。と誕生日を入れて結果が出る。まだ。まだ。まだです。じゃあもう一回試しますよ。これ更新して。まだ結果がないよって言って。まだじゃないだね。朝11時ぐらいに検査してございますよ。今は何時？3時15分。あ、じゃあまだね。でも3時と言われたよ。ドイツはね、時間が電車と一緒だね。そう、電車と一緒。時間がちょっとオーバーするね。ほぼ5時だからもうそろそろ結果が出ないとダメでしょ。やばいよ、明日帰れないよ、マジで。じゃあちょっとチェックします。あ、出た出た出た、運命のネガティブ。もしよかった、よかったですね、社長。社長は帰れるということで。じゃあ僕もちょっと確認してみます。 QR コードで読み込んでチェックします。え、これで俺がポジティブだったらどうする。私は一人でさよならをして。冷たい女だね。そうだよ、日付から。本当に俺ポジティブだったら怖いね。皆さん見てください、ネガティブ、ネガティブということで。よかった、2人ともネガティブ。無事に日本に帰ることができます。どうでしょうね。え、なんで。え、もう一回 PCR 検査あるよ。あ、日本に入国した時にね、東京で、成田で。うん、はい、出発の時間が来ましたよ。パッキングも終わりましたね、時間通りに。24キロぐらい。日本にお土産もいっぱい持って帰るからギリギリです。そうだよ。では行きましょうか。Du kannst normalerweise eine Karte reinstecken und Öl selber zählen. Oh ja. Ciao. Ciao, tschüss.
Viva Mama. Danke Papa, everything. Yep. Bis Weihnachten. See you when I see you. Weihnachten, Papa. Bis Weihnachten. Weihnachten? Ja. Ganz sicher. Versprochen. Okay. Okay, Weihnachten. Versprochen. Ja. Es ist aufgenommen. So. Ja, guten Flug. Ja, ja, das wird schon alles gut. Und melde Sorry. Dich, ne? Wir ja. sagen Bescheid unterwegs. Genau. Zwischendrin. Wie, was, wo. Hi. Okay. So, ich bin meine Masse. Tschüss. Ne. Hallo. たくさんの書類があります。問題なくチェックインできることを願っております。CA さんもいたよ。成田に飛ぶと結構難しそうだね。すべてうまくいきましたね。じゃあ私たちは今からセキュリティチェックを通ってからラウンジに行きましょうか。ちなみにミュンヘン空港の中ではほとんどの人はマスクしてないですね。ね。みんなマスクなしでセキュリティとか通過してます。セキュリティも無事通過しました、はい、今からラウンジで1時間ぐらいゆっくりできる。ちなみに僕たちはプライオリティパスっていう、まあ、世界中でいろんな空港のラウンジに入れるメンバーシップカードを持っていて、それを使っていつも空港では1時間から1時間半ぐらいはラウンジでゆっくりしてから乗ります。なので、まあ、旅行好きな人はプライオリティパス知ってると思いますけど、まだ知らないよっていう方で、まあ、旅行よく行くよっていう人は一回調べてみてください。プライオリティパスです。ここからはラウンジ行きます。めっちゃいい匂い、うん、美味しそうな匂いするね。 you're doing? Okay, yep. うわ広いねこのラウンジ。エアディンガーの白ビールありました。この濃密な泡が最高だよね。飛行機の前にこうやってバイエルン流のソーセージサラダだよ。さすが白ビール最後だよ。そうだ、日本からやったらこれ1本1000円くらいすると思うよ。こっちだと100円くらいになるわ。最後の白ビールを楽しみたいと思います。見て、こんだけ泡がふわふわ、うん、溢れるよ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 。めっちゃ美味しそうじゃないこれ、皆さんこのふわ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 見える、このブル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 。そう、見せてくるわ、みんなに。で、フルーツ、ここにハムとチーズがめっちゃ種類いっぱいある。ソーセージ、さっきのシュペッツで、パスタ、ショートパスタで、プレッツェル、クロワッサンとかもあるね、パンも。こっちにビール、お酒があります。ワインもあるし、こっちにジュースも揃ってるし、水もあるし、ちなみにコーヒーもありますね。あとスナック系も揃ってる。すごいよね。ということで、ビール、さっき飲んだのがこのバイスビールなので、次はこれね、これアルコールフリーミュンヘンビア、これにしようか。ホーフボーイハウスミュンヘンビア、ホーフボーイハウスのミュンヘンビア、これね、うん、今まで見たことなかったけど、ね、入れていきましょうか。もうどのビールのコップのどのビールに入れればいいか分かってきたね。でも失敗した、はい、残念。うん、これはハイネケンとかに近い味。ちなみに外国人がクロワッサンを食べるときはカフェラテにディップします。ヨーロッパの人はね、やるらしいよ、こうやって。そう、でも確かに美味しそうだね。うん、美味しいわ。パリパリ感が残りつつ、でもスポンジみたいにジュワって全部。皆さん、もう食事終わりですか？ハムの盛り合わせを持ってきました。白ビールの継ぎ方をお教えします。うん、もう何回も失敗する。だから真っ直ぐじゃないよ。
この感じ。ああ、よくなったね。うん、ちょっとぎこちないけどね。パパめっちゃうまいけどね。で、この泡がふわふわっていう、ふわ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 、すごいね、マジで。おすすめ、白ビール、うん、ラストバイスビア持ってきました。うわ、最後めちゃめちゃ上手に滑った。こんな感じだね、バイスビア。はい、ということでお時間になりましたのでボーディングゲート向かいます。アクション。あと10分で出発します。ご飯タイムです。ぐっすり寝てました。ウォーラープリーズ。 CA さんがモデルみたい、うん、ね、めちゃめちゃ綺麗。レナちゃんも綺麗だけどね。Thank you. Thank you. ということでご飯はチーズシュペッツレでした。全くお腹が減っておりません。よく食べれますね、ラウンジであんだけ食べて。すごい食欲でございますね、社長。パンがあると。ドバイに着きました。そう、赤が結構寝たね。今ドバイの時間が夜の11時30分ぐらい。ここで乗り換え3時間ぐらいです。はい、ドバイ空港到着しました。今ラウンジを探し中。ドバイ空港ちなみにめちゃくちゃでかいんで。そう、移動がね超大変。あ、書いてあった。どこ。アプリとかもあっちでチェックしてるっぽい。厳しいんだね。ゲートの前までやってきました。めっちゃ遅れてそう。もう本当は閉まってるはずだよ、ゲートは。ゲートクローズ時間になっていますが、この状況です。行列が全く進まないということで、多分出発は30分から1時間ぐらい遅れると思います。なんか遅れそう。気長に待っていきましょう。ちなみに現在の時刻2時30分、夜中の2時30分でございます。それはドバイの時間。眠くなってきました。ようやく行けそうです。もう出発時刻はとうに過ぎております。とうとう飛行機に乗り込みます。乗客が少なくて横で寝れたらいいね。意外と人多い。いや、エコノミーは少ないよ。ビジネスとファーストクラスはパンパンだけど、エコノミーはスカスカです。よかったね、これ確実にもう横になって寝れるわ。最高です。皆さん見てください。誰もいないね。では寝ましょうか、ね、おやすみなさい。おやすみ。来ました、成田空港です。はい、飛行機から降りてきました。成田です。この後成田で PCR 検査をして新幹線で名古屋まで帰ります。そうだけど今6時半だよ。で3時間から5時間かかるって言われたから、もしかすると今日名古屋行きの新幹線の最終に乗れない可能性が出てきましたね。ドバイで出発が遅れましたので、ちょっとどうなるか分かんないけど。ちなみにこれ PCR 検査待ち、めっちゃ行列できてます。今入国アプリみたいなのが出してて、そこで事前に登録しとくと素早く入国できるようになってますので。はい、ということで皆さん見てください、両手にドキュメントワーク。それにアプリがあるから、アプリがなければもっと多いよ。めちゃくちゃチェックしてチェックして3回ぐらいゲートくぐって、今から多分検査結果が出るまでの待機エリアに移動ですね。意外とスムーズに進んでます。なんか思ったよりパッパパッパ進んでるんで。はい、
私はもう荷物をゲットしました。タカより全然早く検査結果が出て、そこから入国して、今タカを待ってます。はい、はい、ということで意外と新幹線間に合いそうなので、そう、あの2時間半ぐらいかかったから、電車、最後の電車まで、15分ぐらいある。そう、大丈夫。おー、またね。すごい、すごい。お、危ないね。ありがとうございます。はい、からね、話さないようにお願いします。はい、ということで成田エクスプレスに乗って、最終便の新幹線で名古屋駅に着くギリギリですね。今日は12時過ぎぐらいに家に着いたら、もう死んでるだね。今日日曜日なので明日から仕事でございます。お腹減ったね。あ、そう、日本食何食べようね。品川の多分新幹線で20分ぐらい時間があるので、そこで何か軽くパクパクを食べて、この動画が楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。